続きまして、扉開けて、これは本当はこの間、王子ともやりたかったんですけれども、もうちょっと王子も疲れ気味でしたので、テントウムシのサンバだけにさせていただきました。なので、今日私が改めて、また一人デュエット。ねえ、ちょっとおかしなこと言ってもいい？そういうの大好きだ。どこにも出口のない日々が突然に変わりそう。僕も同じこと考えてた。だってどこにも居場所のない日々が探し続けていた。こんな人を変わる全てが初めてのドキメキだわ。二人だから扉開けて飛び出せるの今いかも思う二人だから。教えてよ、何が好きか。サンドイッチ、僕と同じじゃないか。私たちはよく似てるね。あ、また揃った。考えてること、感じていること、そう、本当に似てるね。一人一人寂しい日々に、もうお別れしよう。二人だから扉開けて。おかしなこと言ってもいい？僕と結婚してくれ。もっとおかしなこと言ってもいい？もちろん。あ、すごいあっさり終わっちゃいました。結構短いこんな短かったんだと思って、ちょっと一人二役して頑張ってみました。これもね、結構難しいですけど、意外にこう二人でやると間合いとか合わせる感じとかもあって難しいんですけれども、一人でやった方が楽かもしれないですね。二人だとも結構意外に難しいんですね合わせるのがね。なので、まあでも結構これも私好きなので、神田沙也加ちゃんでしたよね。ね、神田、私神田沙也加ちゃんの結構実はミュージカルの方の一時ハマって結構ファンみたいな感じだったんですけれども、結構松田聖子さんのコンサートの母と二人でちょっといいお席、ビップ席みたいな、ちょっと高いけど前の方で見られる席、2万円くらいの一人、その当時で、今ももっと上がっちゃったかもしれないんですけど、それも行ったんだけれども、行っても普通に楽しんできたんですけれども、結構神田沙也加ちゃんのミュージカル、キューティーグロンズかな、キューティーグロンズとか、あとイライザのあれですね、有名なオードリー・ヘップバーンがやった、なんだったっけな、ね、フェアなんとかレディっていう、ちょっと。あれですね、すごい有名なやつ、マイ・フェア・レディかとか、マイ・フェア・レディにキューティー・ブロンズに、あと何個か他にも母のことがあってからも大地真央さんと一緒に出てるやつとか、何回ぐらい、もう4回ぐらいかな、多分見に行ったぐらいで、すごいキューティー・ブロンズが特にすごい印象に残ってて、イライザも良かったんですけど、もちろん。でも、なんかキューティーブロンズがすごい、ハマり役だなって私思って、すごい、それですごい好きになって、感動しちゃって、松田聖子の娘だからとかじゃなくって、神田沙也加いいなって思ったんですね。神田沙也加ちゃんのファンになったっていうか、感じだったんですね。なので本当に聖子さんのライブももちろん良かったと思うんですけれども、個人的にはすごい
あの神田沙也加ちゃんのミュージカルに行った時の方の衝撃とか感動の方が私は大きくって、あの好きになって行ってたから、あでこのアナ雪も母が好きでしたし、やっぱりすごいあのハマり役ですよね。これもあの神田沙也加ちゃんだからこそ出せる感じっていうのかな、あの人以外ちょっと難しいかなっていう感じで、本当にすっごい可愛い声だし、ね、二つとないようなね、可愛くて綺麗な声で、すごい安定した歌唱力とね、表現力があってね、すごい声優も上手でしたしね、本当にすごい才能があったなって思ってて、本当生で歌も聴いてるけど、何度も可愛い、すごい綺麗な可愛い声なんですね。なのでね、本当に、残念だったというか、本当にびっくりしましたね。三浦春馬の時もすごい驚いたんですけど、私、母のことがあったから、あんまりそのもう、誰が亡くなったって聞いてもそんなに驚かなかったんですけれども、もうなんか母の時以上の衝撃がないので、なんかあんまりこう、もう感覚が麻痺しちゃっててね。だけど、三浦春馬も私ミュージカル行ったのでね、母と一緒に、ちょっと暗いミュージカルだったんですけれどもね、何だったかな、罪と罰だったかな、すごい暗いんですけど、あれね、母と、まだ母が結構元気だった時なんですけど、ですごい三浦春馬が最後にめちゃめちゃ笑顔で、ね、すっごいずっと暗い役で笑顔が全然ないような役なんですけど、最後カーテンコールの時にやっとその素の表情が見れて、ほんとほっとしたように、初日かなんかで多分行ったんですよね。なのですごいほっとした感じで、笑みがパッとこぼれて、それ見て母がかわいいって言って、キュン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 って言って、私もほんとそんな同じように思って、それで三浦春馬も好きになったんですね。で神田沙也加のキューティーブロンズも母と一緒に行って、母もね、すごい良かったねってね、声かわいいねって言ってね、表現力もあるし、ね、よくね、合ってたねって、良かったねって言ってて、なのでね、私個人的にはね、もう2人とも天国に行っちゃってはいるんですけど、すごい2人はね、いつも思うんですけど、おうちにもいつも言ってるんですけど、2人ともすごいミュージカルの才能があって、努力家で性格もなんか真面目そうな感じで、謙虚な感じでね、すごい実力もあるし、2人はなんか例えばこう共演とかして、2人はね、本当結婚したらすごい素敵なカップルだったんじゃないかなって、いつも言っちゃうんですけどね、王子にいつも、そしたら王子もそうだよねって言って、すごいいいと思うみたいな、本当、2人が結婚したらすごい素敵なビッグカップルだよねっていう風に言ってくれるんですけど、本当に、なのでね、天国でもいいから結ばれててほしいなって思うぐらい。それで2人で一緒にまたね、ミュージカルなんてやっちゃったら、結婚して、すごいもう、憧れの的っていうか、素敵だし、もう本当に2人とも上手なので、もうすごい良かったなって思うんですけどね、なかなか私の、頭の中で思い描くことなんですけども、って思っちゃうんですよね、お似合いなんじゃないかなって思ってね、やっぱり、お二人ともいろいろ家庭環境のこととかでご苦労があったと思うから、そういう部分も分かり合えると思うし、それなのにね、真面目に、謙虚に芸事に向き合ってやってきて、ね、努力もあるしね、見た目もね、いいですしね、努力もできて、才能もあって、すごい表現力もあってって、だから2人が本当にカップルになったらすごい本当素敵だったんじゃないかなって、本当個人的な感想というか意見なんですけど思っちゃうんですね。なので本当2人とも本当はね、もっともっと生きて幸せになってほしかったし、すごい2人とも本当に上手だから、もっともっとね、これからすごい活躍できたのになっていうふうにいつもやっぱり思ってはしまうんですけれどもね。なので、そんな思いもあってね、また取り留めもなく話しちゃったんですけれども、ちょっと神田沙也加ちゃんの扉開けて、全然もう素人が歌ってる感じなんですけれどもね、私は歌わせて
いただきました。はい、ありがとうございました。いろいろ長々と聞いていただきましてありがとうございました。チューリップリンセスでした。